おはようございます、こんにちは、こんばんは。マリギチャンネルのお時間です。今日はですね、流行りのブルゾンちえみさんのメイクをしたいと思います。まあ、ブルゾンちえみさん風なのでね。ちなみにあのプチプラということでちょっと後で紹介するんですけど、たくさんいいのあったのでキャンドゥでやっていきたいなっていうのがあって、スタートします。最初はこれ、BB クリーム、これ1本で化粧下地全部できちゃいます。こんな感じで、では次こちらコンシーラー、ファンデーションより先にコンシーラーを塗っちゃいます。なぜかと言いますとですね、先に塗ってブルゾンちえみさん結構マットな肌をしてらっしゃいますので、ですね、眉毛もつけたいと思います。では次こちら ST パウダーファンデーションピンクオークル、1601番ですね。ブルゾンちえみさんは結構白いファンデーション使ってますので、ワントーンツートーン明るめですね普段より。で次はこちら小顔パレットフェイスカラーといって、まずあのさっきのスポンジの反対側を使ってですね、こちらの小顔になる茶色い方を使いたいと思います。これでここにちょっと影を入れます。まあ反対側でなじましていきます。こんな感じです。次はですね、あのハイライトなんですけど、こっちもこのハイライトもいいんですけど、こっちの新ハイライトパウダー M01 フェイスカラーって言うんですけど、こっちは結構ちょっとラメが入ってるんで、こっちを使用したいと思います。次はブルゾンさんといえば眉毛が特徴的なので、ペンシルのアイブロウとこっちのパウダーのアイブロウ2つ使ってやりたいと思います。まずはこっちでロングラスティングアイブロウ DB、 内側のちょっと上ここら辺ですね、ここら辺で困り眉っぽい感じですか、わかりますか。形としたらこのちょっと間開けて上から眉尻の下にかけて描くイメージですね。かけましたらこちら ST アイブロウパウダー E ナチュラルブラウン1603、こっち側濃い方のブラウンを使って伸ばしていきたいと思います。では次こちらアイシャドウ ST3C アイシャドウ E エレガンスグレー1603番なんですけど、この真ん中のダークブラウンを使って描いていきたいと思います。ブルゾンさんは一重なんですけど、私二重なんで、まあ、ちょっと難しいんですけど、まずはこの私の二重の線に沿ってこの茶色をのせていきます。こんな感じなんですけど、分かりづらいのでさっき使ったロングラスティングアイブロウをこれをちょっとここに描き足したいと思います。はい、こんな感じでやりました。で次はですね ST ペンシルアイライナー M ブラック1301なんですけど、リキッドライナーを探したかったんですけど、ちょっと私が行ったところにはなくて、今回はペンシルでやりたいと思います。こんな感じ、粘膜の内側も、はい、できました。上側切開ラインを引いていきます。こんな感じですね。それでですね、あとは目尻をちょっと下から、こちらのさっき使ったアイシャドウの一番下の黒い色でぼかしていきたいと思います。こんな感じですかね。
マスカラ塗っていきたいと思います。 ST マスカラ E ボリュームの方を選びました。1301。さっきのこちらで影を入れていきたいと思います。チークを ST チーク E コーラルピンク、ちょっと薄めのピンクを。最後にこちらクレヨンリップ01チェリーレッドと、こちらエスティリップグロス E ルビーレッドを使っていきたいと思います。こんな感じです。出来上がりましたので衣装に着替えていきたいと思います。探さないの待つの。ちょっと待ってください。大丈夫ですかねこれ。ちょっとね、まあいいんじゃないかな、100円だし。というわけで、まあ似てても似てなくてもチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。